で購入した豚骨魚介混ぜそば。税込み399円。食べた感想。麺は中太麺。硬さは適度で、柔すぎない硬さ。具については、青ネギは細かくそこそこな量。肉も細かい。刻まれたニンニク。卵の黄身は、 存在感弱め、容器の底に魚介のソースっぽいものがある。味こそ美味ではないものの、小腹が空いた時に食べるのはあり。食べて、腹4から5分程度、麺量 100g あるかどうかだろうか。欲を言えばもやしとかが欲しいかな。栄養価が38キロカロリー、383kcal、炭水化 糖質 55.9g、糖質 53.7g、と、ローソンの東京タンメン、隣監州1日分の野菜、タンメンと同等の糖質量なのは、ちょっと痛いな、タンパク質は15.4と低めであり栄養価的には残念。